グルッポ富士島は愛知県春日市、富士山台一丁目市にある複合施設。春日市は多世代交流拠点施設と表現している。高蔵寺、ニュータウンにある春日市立、富士山台東小学校の校舎をリノベーションし、2018年4月1日に開館した。第3セクターであり、春日市や春日商工会議所が出資する構造寺。 町づくり株式会社が指定管理者として施設の管理運営を行い NPO 法人町のエキスパネットに運営の一部が委託されている藤山台東小学校のグラウンドと校舎構造時ニュータウンの中でも最も早く1968年に入居が開始されたのが藤山台であり地区内にはカスガ市立藤山台小学校カスガ市立 藤山大東小学校、春日ガ市立、斉藤三体小学校の三つの小学校が順次、開校した。三小学校の児童数は1980年に、計1850人と、ピークに達したが、以後は緩やかに減少を続け、2010年には、ピーク時の3分の1程度になった。藤山大小学校と、藤山大東小学校の学級数は6ないし7。 学級で推移しており、春日ガは小学校の規模の適正化を検討。2013年に、旧藤山大小学校と藤山大東小学校を統合して、新藤山大小学校を設立し、新藤山大小学校は暫定的に藤山大東小学校の校舎を使用した。2016年には、旧 富士山大小学校の敷地に新校舎が完成。新富士山大小学校は元の高知に戻り斎藤山大小学校を統合した。これによって三小学校の統合が完了している。グルッポ富士と2013年までの富士山大東小学校の校舎が開くと、カスガエ氏は施設をリノベーションして複合施設に転用することを計画。本施設は高蔵寺。 ニュータウンの活性化をもくろむ、高蔵寺、リニュータウン計画の目玉事業である。校舎の外観や、教室の床はそのまま残し、室内の壁全体を塗り替えるなどしてリノベーションした。改修の総工費は5億6900万円。2018年4月1日に、多世代交流拠点施設、グルッポ富士等が開館した。イタリア語で、集まりを意味する、グルッポと、 カスガイ市立、藤山大東小学校の略称である、藤戸を合わせた名称である。複合施設の核となる施設は、グルッポ富士とウッド書館であり、300メートル東のカスガイ市東部市民センターにあった、東部市民センターと書室の移転という形をとっている。グルッポ富士とウッド書館の開館に伴って、東部市民センターと書室は2018年3月19日に、 閉館している。敷地内に40台分の駐車場があり、北200メートルに80台分のグルッポ富士と右北部駐車場がある。敷地の北側には、春日ガ市立、富山大中学校が、北東側には、愛知県立構造事高等学校がある。ありがとうございます。